どうも、複数動画見ながらです。はい、ということで今回なんですけどもね、ビジュアル系バンド顔面偏差値ランキング、よっしゃい。まあ以前もね、あのイケメンランキングとかやってるんですよ。勝手に決めたやつね、全部勝手に決めたんです僕が。今回は個人ではなくバンドで、このバンドは顔面偏差値が高えっていうバンドのランキングをね、つけていきたいと思います。トップ3でいこうかな、今回は。私はこう思うんですけど、俺はこう思うんですけどっていうのがあれば、ぜひあのコメントに打っていただければと思います。あくまで僕がつけたランキングでございますんで。ということで、早速第3位。第3位はですね、0.1g の誤算。ザ、見た目がいい人たちっていう感じなんでございますけど、まあ、パッと見で、まあ、一番かっこいいなっていうのは神手ギターの河村さんですよね。確実にこう、誰が見てもイケメンでしょうっていう見た目してるし、そのしかもイケメンでしょっていう、そのイケメン度合いも高すぎる気がするよね。まさに総選挙でも結構上げてる方多かったです。俺的にはボーカルの緑川さんとドラムの神崎さんがめっちゃかっこいいなって思ってて、まああれですね、特に僕は緑川さんがすごいかっこいいなっていうので結構誤算ハマった部分があって、特に196番地の女って曲と、ハイカキン式ラブストーリーっていう結構最近目の曲があるんですけど、この2曲の緑川さんのかっこいいぞ、やばい。神崎さんはね、ちょっと渋い感じでね、あの好きですね。はい、下手の水溜りさんとかも奇抜なメイクで、あのちょっとビジュアル系らしいこうかっこよさみたいな部分で、あのベースの正木さんも完全にあのまあ、ザイケメンって感じのイケメンですね。まあ、ちょっと渋さもあるかなって部分なんですけど、まあ言っちゃえばこういろんな種類の見た目のいい人たちがいるっていう感じで、誰でも一人推しを見つけれそうな感じがしますね。顔面偏差値が高いビジュアル系バンドランキング第2位、ロイズ。いや、ロイズでしょ。やっぱロイズでしょ。やっぱスバルさんですよね。確実にイケメンだもんな。自分でさ、よく言うじゃん、イケメンなんでみたいな。間違ってないのよ。もう完全にイケメンなんだよ、あの人は。やっぱあのクイナさんもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、本当に。で、まあ僕としては高大さんが一番見た目としてはかっこいいなって思ってて、綺麗やん高大さんって。感じえぐいよな、マジで。すげえかっけえんすよ。特にね、レイブンの時の見た目とかはやばいっすね。レイブンの衣装でベース弾いてる姿見た瞬間もうやられました僕は。で、トモヤさんは結構こう爽やか系な感じというか、なんかそのいいあんちゃんみたいな感じじゃないですか。旧メンバーのカズキさんもめっちゃイケメンですよね、正直。はい、僕が最初完全にこの下手の2人がもうめっちゃかっけえなっていうので好きになったんで、だから本当に、まあ、5人時代も4人時代も含め本当にこうビジュアル系のイケメン集団って感じですね。はい、というわけで、1位に行く前に、あの、僕的に、あーってこう、ギリギリ3位に入れれなかったバンドっていうのも紹介したいなっていう部分でございますね。ヒットバンドは完全にダウトですね。ダウトもめちゃくちゃかっこいいんですよ。やっぱ、コウキさんがもう圧倒的にイケメンだし、で、まあ、僕的にはイブさん。神ディーターのイブキさん。めちゃくちゃかっこいい。イブキさんもね、かっこいいだけじゃなくて、ちょっと渋いんだよね。ヒカルさんは、まあ以前は女型されてたみたいな感じで、結構中性的な見た目してるし、まあレイカさんもちょっとどっちかというと渋い感じで、まあナオトさんもまあ普通にイケメンですよね。ダントに関してもやっぱ巻いたあのドラムのミナセさんもめちゃくちゃイケメンなんですよ。ビストリップを入れるってなると、俺の個人的主観が強すぎる気がするのよ。いやでもビストリップも入るよな。やっぱトモさんとルイさんがイケメンすぎるもんな、明らかに。まあ俺的にはやっぱ海さんも渋いし、ユウさんももちろん大好きだし、トヤさんも大好きなんだけど、でもビストリップをね、こう客観的に見づらい。すごく自分はだから、ね、いつもなんか特別枠みたいな感じで外しちゃうんだよね、こういうランキングの時って。まあでもあとガゼットとか、ガゼットもかっこいいよね。やっぱラグラグとかもね、やっぱあのギター陣かっこよすぎるんだよね。しかも新しく入ったドラマーのユウスケさんかっこいいやん。で、マサウミさんもかっこよかったやん。いや、イッセイさんもツバヤさんもかっこいいやん。言い始めたらキリないやん。あーでもアリスナインとかもな、イケメンだな。めちゃくちゃイケメンだよね。僕がね、そんなに詳しくないから偉そうに言うのもねって部分なんですよ。ディオーラとかもかっこいいですよね。あーキリないぞ、やばい、キリがなすぎた。ボンバーもね、正直なんかそのあんまり見た目に触れられないけど、かなり顔面偏差値高いんだよね。うわ、シドおったやん。ゼロヘルツもかっこいいな。そのね、僕ね、あの、調校しちゃうと、あの、ずっと決まんなくなっちゃうタイプの人だから、企画パッ思いつきました。パパパーン、よし、これでいこうって感じなんですよ。で、今みたいにこうやって見ちゃうと結局決まんなくなっちゃうから、直感で出てきたやっぱバンドっていうのが強いと思うんだよね。そのバンドが多分かっこいいんだと思うから、その感じで選ばせていただいてますわ。で、1位ですね。顔面偏差値高いバンド1位、まあ、ポイドルでしょ。まあやっぱね、ポイドルの顔面偏差値は高えぞ。で、ずっと俺はね、ロイズが1位だったと思ってる。本当にずっとロイズが1位だった、俺の中じゃ。けど、越してったのがポイドルなんですよ。ボーカルの綾瀬ランさん、言うまでもなくめっちゃくちゃイケメンや。で、ベースのね、綾瀬ランさん、まあ、綾瀬ランさんはもうめっちゃモテるだろうな。背も高えし、顔もかっこいいわなーって感じで、手足も長えやって感じで。
で、なぎそうたさんはちょっとこう違う感じでね、どっちかというとこう女性からしたら可愛いって思うタイプの方だと思うんですよね。水無月拓人さんもこうイケメンだし、なんだろう、男前って感じじゃん。うん、ポイドルは2回生で見たことがあるんですけど、正直もうイケメンすぎだろっていう、本当にもう2回見てるけど、どんだけかっこいいねんみたいな感じだったから、という感じでございますね。はい、僕的にはこんな感じかなと思います。それではコメントで皆さんのね、顔面偏差値が高いバンドランキング教えていただけたら嬉しいです。というわけで、じゃあそこかぶっためっちゃ